卵卵卵ふわふわエッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザーのなんです。ということで本日は、今 YouTuber が、バカみたいにあのステマじゃないところは多分、あの商品紹介をしている、豚麺ビッグです。これ知らない豚麺知らないです。知らない。地元に駄菓子屋とかなかった。そうそう、60円ぐらいでさ、いくら月に。知らないです。知らないんだ。みんな知ってるよ、多分。子供だった人、子供だった時代がある人だよね。そうですね、みんな通ってきてるよ、これ。お前いきなり27歳で生まれてきたの。多分オーケストラ性はそれなりに特徴的だ。オーケストラ性じゃないじゃん、お前の生まれは。本当に特徴的だってことじゃない。まあいいや、この豚麺ビッグなんですけど、みんなただ単に多分食べてるだけだと思う。でも俺は駄菓子通だったじゃん、覚えてる？そう、あの駄菓子屋さんね、あの惜しまれながらも閉店しましたけど、おばちゃんがもう年だからってことで。行ったことないもんな、駄菓子屋。ないですね。あの駄菓子屋でいつも食べてたの。それをね、ヤンキーのお兄さんたちがアレンジすんのよ。そのヤンキーのお兄さんたちに教えてもらったアレンジの仕方で、これが何倍にもうまくなるっていう俺流の食い方を今日は皆さんに教えたいと思います。まずは口に開けて見て。うわ、懐かしい。超久しぶりに食うわ。商品状態は自体はなんか増えてるだけですよ。わかんないよ、3倍ぐらいの値段したから60円でしょ。180ぐらいしたと思うんだよ。だからまず食べてみて、普通に味の感じをね、こんな感じだね。麺がでも、本物の豚麺よりもちょっとなんかいい麺な気もするけどな。あ、ちょっとチープな感じ。あれっていうかさ、豚麺ってなんかさ、かまぼこみたいな豚の形したやつ入ってたはずなんだけど、入ってないな。あれ、そうでしたっけ。なんか入ってたよ、ちっちゃいの、この豚の形したやつは。ちょっとじゃあ一口飲んでみます。あ、豚麺。ちょっとなんか味が違うかな。あ、ちょっとスープだけ飲んでみて。あ、美味しい。お前さ、猫舌にしても今飲んだ。いや、飲みました。一口飲んで、飲むだけだ。最後はスープ。汚いよお前、フーッとそこでやったら。すいません。みんなが飲むんだぞ、このあとお前。どうどう、なんか豚骨でもなければ、ラー油でもないです。ラー油は入ってねえもん。はい。まあ、これ、とりあえずこれをね、アレンジするために買ってきたもの、それは、ザ・駄菓子。うまい棒、チーズ、これをこのように粉々にします。あのね、ペペロンチーノだったの分かる？あれにかけてもなかったんだ。ナチュラルキーミンなのかな。はい、うるさい。これをね、入れるんだけど、普通の豚麺に対して1個入れてたんだよ。だから今回3個入れてみたいと思う。3倍の値段だから、3倍ぐらい入ってるはずだろ。確かだった。思ってね、みたいな。こんだけ入ってうまい棒を混ぜます。溶かす。ちょっとドロッとするんだけど、コクがね、抜群に出るよ、こうすると。へえ。混ぜて、もう完成。もうこれで完成だよ。いきます。あー、最高。めっちゃうま。うまい。食ってみ。超うまい。3倍のうまさ。うまくない？あ、おいしいっすね。嘘つけんだよお前。本当に。そんな一気に食ってお前全部麺食えるのか。 OK だ。うまいだろ。いや、合いますね。うまい、うまい、もっと。もう全部食っちゃう。ちっちゃい、ちょっと待って、いい具合に絡まって。全部食っちゃう、うまい。ちっちゃい、でも僕の感じ。懐かしいよ、懐かしい、うまい。うまいな。はい、食べよう。待ってください。遅いよ、もっとガンガン来いよ。どう、ラー油から変化。スープ飲んでみな、まず。はい。どっちがうまい、さっきと。断然こっちの方がうまいです。嘘つかないもんね、お前はな。はい、食べてみて。はい、うまいよ。どう、なんかフランス料理みたいな味になりました。うまい。はい、おいしい。うれ、ね、遅かったな。あ、はい、3回ぐらい言ったんだけど。ということで皆さんもぜひね、この豚麺にあのうまい棒のチーズ味を入れて、はい、食べるというやり方挑戦してみてください。登録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 
録登録登録よろしく。本当こっちの方が全然うまいっしょ。はい、ということで皆さん食べてみてね。